る。こいつを見ろ。羽ですか？あ、ちょっと見せてください。その羽がどうかしたの？これは天使の羽です。お前のものではないのだな。ええ、大きさ、霊力ともに私のものとは違います。これはもっと上級天使様の。ふん、やはりな。道理で嫌な匂いがすると思った。でも私が魔界へ来たのは大天使様の密命を受けてのこと。他の天使様が魔界へ来ているとは思えないのですが。ねえねえ、そいつがフロンちゃんの邪魔をするためにペンダントを盗んだんじゃない？うん、お前のように頭がお花畑のやつに敵がいるとは驚きだな。そんなはずありません。天使様が私のペンダントを盗むなんて。だがお前のペンダントのことは天使しか知らぬことではないのか。それは。まあよい、俺様はペンダントを探すだけだ。天界のいざこざなど知ったことではない。
What?
暑いわけ？汗でベタベタになっちゃったじゃないの。殿下、こんなに暑かったらペンダント見つける前にフロンちゃんが干からびてくたばっちゃいますよ。え、私なら大丈夫ですよ。なんでよ。天使は汗もかかなきゃトイレにも行かないなんて抜かしたらぶっ殺すわよ。いいえ、そうじゃなくて、さっきプリ兄さんからいただいた薬がよく効いているみたいなんです。は？プリ兄が薬を？あいつらがそんな親切なわけないじゃん。あんた、変な薬でも決めてんじゃないよ。本当ですよ。おかげですごく楽になったんですから。じゃあどのプリニーか教えてよ。みんな一緒に見えますね。でも本当なんですよ。はいはい、大方熱で幻覚でも見たんでしょ。